ジョイカルプレゼンツ、エンジョイカーライフ、エンジョイシネマ。この番組は新車に月々1万円で乗れるジョイカルの提供でお送りします。こんにちは、Pさんです。こんにちは、ジョイカル米子中央店のまっちゃんです。こんにちは、ジョイカル米子南店のハルルンです。溜めましたね今ね。急に急にね、溜めたんでえって思いましたけど、登場から、はい、噛みそうになったけども、ついにもう慣れが出てそう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 、あれかなと思ったし、違います、ちょろいなと、はい、もうちょろいぜと。毎回緊張してますよ。登場なんかちょっとアクセントつけてやろうかみたいな。違う違う、いつもと違うことやってやるぜみたいなじゃないですよ。いやでも確かにアクセントといえば、はい、英語ペラペラですから春。ああ、そうですね、はい、あ、振ります、ね、それ振ります。英語ペラペラなのはめちゃくちゃポイント高いですよ。いや、かっこいいですよね。はい、そうですか。本当ですよ、めっちゃ憧れますもん。だって結構グローバル化されてて、まあ、外国人の、まあ、お客さん来られるじゃないですか普通に、はいはいはい、その時にやっぱ英語が堪能だと信頼度高いですよね。めっちゃかっこいいですよね。1回しかなかった、うん、1回だけ、あ、1回だけ外国の方が来られて、はい、そうですね。へえ、まあ、やっぱりちょっと、うん、あの、まあ、ちょっと嫌なやつかもしれないですけど、日本語ペラペラだったんですよ、はい、あ、でもあえて英語で行きました。あいや、それはあれ試してたんですよ。誰がですか？お客さんがこの店どんなもんかと試したところ、ハルルンがめちゃくちゃ英語上手くて、おおみたいな、この店はマジでやべえぞと。どうやって勉強したんですか？あ、自分はあの高校出て2年間オーストラリア、うん、あ、うん、まああの聞こえはかっこいいですけど、まあ、進路がなくてですね、大学も行けなくて、はいはい、まあ、就職するしかなかったんですけども。ワーホリとかですか？学生とワーホリですね。はい、やっぱ現地に行くのがいいですね。現地に行くのがいいですね。現地に行ってなるべく、ね、日本人の方と接しない。どうしてもね、オーストラリアも日本人多いんで、日本人タウンみたいなところもあるし、はいはいはい、まあ、そういうところ極力避けて、せっかく行ったらね。ちょっとシンプルな質問なんですけど、はい、そのオーストラリア行ってる時に、はい、オーストラリア人と付き合ったりしました？いや、アタックしたんですけどね、ダメでしたね。ダメでした、はい、あら、でもアタックしただけでもすごいですよね。あ、まあ喋れないとできないですよね。そうそう、だって一番英語、うん、ね、あの上達する方法がそれって、やっぱ、まあ、これも世界共通だと思うんですよね。確かにね、もあったし、やっぱり、うん、まあ、憧れるじゃないですか、ブロンディに。あ、私しましたけども、やっぱ、はい、あの日本人の女性はモテるんですよね、はいはいはい、でも日本人の男性はあんまり外国の方に受けないんですよ。なんでですか？やっぱり、まあ、ベースがやっぱちっちゃいからっていうのと、あ、なるほどね、やっぱマッチョな人が多いんですよね。はいはいはい、はい、あ、ベースが違うんで、外国の、まあ、女性の方はマッチョな人が割と好きな傾向があると、うん、平均的にですね、もちろん好みですけども、はいはい、はい、やっぱり日本人の女性はあのオーストラリアの女性より小柄なんで、小柄で優しい、優しいし可愛らしいみたいなね、可愛らしいからやっぱり、はいはい、あの外国の男性にモテると。確かに、献身的ですからやっぱ日本人は、はい、すごいな。でも、その2年間でもだいぶもうペラペラになったってことですか？やっぱり若い時に行くと、うん、ペラペラになりますね、自分で言うのもなんですけど、やっぱり脳みそが柔らかいから、ね、柔らかい、すごいな、はい、老人になってからだとちょっと厳しいかもしれないですね。そう、中学生高校生でね、うん、帰国子女みたいな人たちいますけど、うん、が一番やっぱり伸びますね。じゃあやっぱ春のね、小学生がベストぐらい、うん、進路がなくてよかったんですよ。そうですね、あんまり今ね行かせてないんですけどいや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 、でもすごいですよ、うん、いいことです。ということでね、今日はハルルンから映画紹介英語で言うと思った、絶対、はい、絶対言うと思った。お願いします、はい、冗談ですよ、日本語でお願いしますよ。思いっきり、まあ、まあ、邦画になっちゃうんですけども、はい、ご紹介する邦画を英語でやってほしいですねそうですね、多分ね、皆さん知ってらっしゃる、特にあの40代、特に50代の方ですね、知らない人はいないんじゃないかというぐらいの、まあ、社会現象にもなった映画なんですが、うん、ビーバップハイスクール。おー、懐かしい。懐かしいですよね。懐かしい。
まあ、かなり影響を受けた方いらっしゃると思います、はい、まあ、今回は映画紹介っていうよりも、うん、まあ、作品がたくさんありすぎて、はい、一つに絞って紹介できないんですけど、うん、まあ、どういった形の映画とか作品とか登場人物かっていうのと、うん、あと、まあ、社会にどんな影響を与えたかとっていうぐらい面白い映画だったんですね、はいはいはい、まず漫画から始まって、うん、漫画が大ヒットして、まあ、やっぱり不良漫画なんですけども、うん、まあ、それに影響を受けた人たちは50代の方特に多いんじゃないですかね、はいはいはい、ちょうど校内暴力が流行った時代、うん、はいはいはい、ありましたね、ビーバップハイスクールがきっかけと言っても過言じゃない、うん、まあ、そういうビーバップハイスクールの登場人物は悪い不良じゃないんですけど、あ、はい、憎めない不良なんですけど、うん、やっぱり影響を受けて人たちは、まあ、そういう風になっていったっていうね、はあ、トールとヒロシのコンビ、はい、愛徳高校、決して、うん、不良が多い学校ではないんですけど、うん、まあ、無敵のコンビで、うん、まあ、その町内ではもう有名だったと、うん、はい、うん、であとは敵対する高校生たちたくさんいたんですけども、はい、まあ、どんなに強い人たちにも最終的には勝っていったと、うん、っていう無敵のコンビですね、うん、でしかも戦った人たちとは仲間になるっていう、あ、はいはい、まあ、そういういい作品なんですけど、はい、かなり皆さん影響を受けたんじゃないですかね、うん、確かに僕もやっぱりたくさん映画があってビデオとかであとテレビで放映されてたら見てたんですけど、うん、多分僕だけじゃないと思いますけど、見た後の次の日とかやっぱり自分が強くなった気になって電車の中とか、まあ、電車椅子に座るじゃないですか、はい、まあ、いつもよりちょっと足を広げて座ったりとか、普段見ないような怖い人たちもちょっとやってやるぜみたいな感じで見たりとか、切っちゃうんですね本当に来られたら困るんですけどやっぱ影響を受けましたね、かなりですね、はい、はい、生きちゃったわけですね。あと、まあ、ちょっと強そうなやつがいたりとかしたら、うん、こっちも負けてないぞみたいな感じで見たりとか、まあ、目は離すんですけど、ね、最終的に、はいはい、本当に来られたら困るんでまあでも仮にそこで喧嘩になったとしてもその後友達になってるっていうね、そうそうそう、映画だったら、映画だったらね、はい、そうはならないんだよ、なかなか、まあ、何を見てるんだと、はい、なりますから、ね、かなり影響を受けた人多いと思いますよ、うん、ファッションもそうだし髪型もそうだし、多分今聞いてらっしゃる40代50代の方で、ああ確かになって思ってらっしゃる方たくさんおられるんじゃないですかね、はい、ボンタンでしたっけ、ボンタン、はい、懐かしい、いましたね、いましたねボンタンとかはね、僕らの世代でも、まあ、僕らに1個下くらい前かなって履いてましたね、もちろん、うん、まあ、でもいろいろね引っかかるから、はい、ね、学校ではあんまりおすすめはしないですよね、そうそうそう、結構かか逆に喧嘩しにくいんですけどね、そうそうそう、邪魔になっちゃうんで、はい、まあ、思春期の多感な時期に、まあ、自分たちの表現方法を見つけたと、はい、っていう形を作った社会現象にもなった映画だと思いますね、はい、はい、ということでですね、今回春からご紹介いただきました、はい、はいはいはい、タイトルを、ビーバップハイスクール、はい、気になった方はですねぜひチェック見てみてください、はい、それではですね、先週はおすすめの中古車、はい、いろいろ話したり、まあ、リセールバリューの高い車買ったらいいんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、うん、まあ、それ以外にですね、新車で今おすすめな車ってありますか？新車ですか？新車、なんかね最近新型の、まあ、例えばクラウンとか、はい、いろいろ魅力的な車いろいろ発表あったじゃないですか、特に今年ってガソリン車とかあえての、うん、GR とか86か、はい、フェアレディ Z とか、あえてなんかそういった、まあ、今 EVEV って言われてる中ガソリンエンジンで結構本気な車、はい、楽しい車いっぱい発表あったんですけど、どうですか？そうですね、やっぱ僕は、うん、
走るの好きなんで、うん、やっぱ Z、これが発売されたのがやっぱ、お、来たなって思いました、うん、デザインもかっこいいんですよね、はい、夢がありますよね。まあ、結構ねトヨタさんは GR でスープラだとか BR あ86とか、はいはい、あんなん結構出してヤリスもそうですけど出してたんですけど、うん、やっぱトヨタがすごいスポーツカーチックなやつ出してきてて、そうだね、日産いつまで黙ってんだろうなって、うん、GTR じゃだけじゃダメだろうって思ってましたけど、ね、やっぱ Z 出してきたんで、うん、ちょっと面白くなってきたなっていう。面白いね。ホンダもねシビック頑張ってるし、はい、ああいう楽しい車発表されるとワクワクしますよね、我々世代は。やっぱりまあ燃費がいいっていうのもすごい大事だと思うんですけど、うん、やっぱ元々の車がやっぱ魅力なんで、操ってるっていうこの楽しさがすごい大事だと思うんで、そういう操る楽しさとか、やっぱデザインも奇抜でかっこいい車っていうのが、やっぱ僕が小さい頃憧れてた車ってやっぱそういう車ばっかりだったんで、うんうん、そういうのがまだ出てきてくれて嬉しいなとは思いますけど、あとなんかいじれる車とかね。あ、そうですね、うん、そういうのはやっぱり、まあ、今かなり電子制御進んでるんで、うん、それはそれですごく安全ですけど、うん、それがパンと取れるようになれば、はいはい、サーキットでは取れますよっていうですね。めっちゃ面白いんじゃないかなと思いますけど、もうほぼ走るパソコンですからね。そう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 。いや本当に、だからもう僕たちもね本当に勉強しないと、うん、あの整備とかも追いつかないんで、置いてけぼりにされますもんね、はい、本当に日々勉強して新しい車新型車学んでいかないといけないですね。クラウンのねエステートがいいかなと思いましたけどね、パッと見ちょっとチックね、ちょっと SUV っぽくなりましたけどね。そうそうそう、あの、まあ、4車種でしたっけ、はい、うん、まあ、僕はエステートが一番グッときましたけどね、うん、まあ、賛否両論ですけどね。昔からありますかね、エステートっていうエステート、でもエステートじゃないからね実際。ああそう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 、全然エステートじゃないですよ、ね、そう SUV じゃんみたいなね、はい、なんかちょっとあのランボルギーニとかああいう系のに寄せてきたなと思います。寄せてる寄せてる、ポルシェっぽいもんなんか、はい、うん、あでもいいなって思いましたけど、ね、価格帯も安いし、ああ、ね、そうですね、ああいうのと比べたらやっぱいつかはクラウンっていう言葉がありますからね。それがもうたまにはクラウンだもんね。たまにはどうせあれです、あれですよ、乗り時とかに出たりしたりね。あ、まあ、可能性はゼロではないじゃん、まあ、可能性はゼロではないですね。出たらやばいと思うよ、ついにクラウンかっていう。あのデザインのセダンでパトカーになるのかと、あドキドキしますね、はいはい、内装もかっこいいですもんね、うん、結構チャレンジしたのかなと、トヨタは。そうですね、うん、あれの形のパートカー見てみたいですね。あ白黒でね、はい、まあ、かっこいいのか、まあね、かっこ悪いのか分かんないですけどね、まあ、増えていくんじゃないかなと思います。ということでね、車のことならねジョイカルの方へご連絡よろしくお願いします。あっという間の15分間でした、今回もですね P さんとジョイカル米子中央店のまっちゃんとジョイカル米子南店のハルルンでした。さあ来週はですね僕が映画紹介をしたいなと思います。映画じゃない可能性もありますけど ね、 ね、そうですね、皆さん、はい、お楽しみにということです。さようなら。この番組は新車に月々1万円で乗れるジョイカルの提供でお送りしました。こんにちは、 P さんです。皆さんは新車がお得に乗れるジョイカルをご存知ですか？ジョイカルは新車に月々1万円で乗れたり、今人気のあの車も月々のお支払いを抑えた乗り方をご提案。新車に乗るなら買い方選べるジョイカルへ。